3月11日に10歳の誕生日を迎える仙台市の瀬川虎君。お父さんとのサッカーが毎日の楽しみです。作文に未来に向かってっていうのをやったんですけど、僕はお父さんみたいになりたいって書きました。急に男らしくなってきたなと思ったら、パパみたくなりたいって言い始めたので、あ、成長だなと思って。トラ君は震災発生からわずか37分後、水も電気も止まった病院の簡易ベッドで生まれました。両親の愛情をたっぷりと受け、すくすくと成長したトラ君。あの日起きたことは両親から学んでいます。車がなんかひっくり返るというか、なんか車が揺れるぐらいの大きな地震だった。地震の時どうすればよいのか、今では理解できるようになりました。すぐに避難したりとかすることです。物が落ちてこない場所に避難する。